モーリシャス蝶原藻は、ハヤブサ木ハヤブサかハヤブサ族に分類される蝶類。モーリシャス固有種全長20から26センチメートル。体重オス178グラム、メス231グラム。上面は、赤葛色の羽毛で覆われ、黒い斑紋が入る。仮面は白く、黒い横縞が入る。幼鳥は、仮面が、肺褐色の羽毛で覆われ、頸部から胸部にかけて、 黒い縦縞が入る。また仮面に入る横縞が細かい。常緑紅葉樹林に生息する。低空飛行を行うこともある。植生は動物食で、主に爬虫類を食べるが鳥類、小型哺乳類、昆虫類なども食べる。主に木の枝などから、地表や樹上にいる獲物をめがけて飛翔し捕食するが、昆虫類は飛翔しながら捕らえることもある。繁殖形態は卵生。 8から11月に、断崖や岩棚に、1回に3個の卵を産む。放卵期間は約30日。近年は、巣箱も利用する。開発による生息地の破壊、人為的に移入された動物による卵やヒナの捕食や、競合などにより、生息数は激減した。飼育下での繁殖及び飼育下繁殖個体の再導入、巣箱の設置、 外敵の駆除などの対策が行われている。1974年における生息数は4話だったが、1994年における生息数は229から286話、1998年における生息数は540話まで増加した。ありがとうございます。